最初に発生点がね、はい、これなんですよ先生。ヘアファッションビジネスを支える人々、これ僕の本の制作の仕方ですから。どうです、これ表紙で面白いですね。結局支えるんですから、ね、おみこし神田祭りのね、あ、そのイメージ、ビジュアルを持ってした方がとか、はい、あ、そうですね、どうです、はい、と同じ表紙でもっていう意味が、僕全部こだわっちゃうんでね、これもこだわりましたね、全部言葉を違えたりね、で余白こんなに作っちゃってねとかっていう本を発刊したんですから、それを一番最初にね、発刊した人がヘアファッションビジネスを支える人々っていうと、どういう範囲のことを言ってると思いますかね。まあ、広く取れば利用美容以降関連する人々ですけど、あ、まあ、もう狭くすれば利用し美容師とかって、はい、なりますよね、はい、うん、これは誰向けにというかあれですか、利用者向けのヘアファッションビジネスを支える人々に捧げる、これも本です、はい、一般社会人にじゃないですね、じゃなくてうちの業界のヘアファッションビジネスを支える人々に、これがきっかけになってちょっと革命を起こしたんですよ、この時。どんな革命かっていうと、ヘア産業ってね、ファッション化するとね、技術の時代でしたからセンセーショナルですね、これ。社会性の中に、ヘアファッションビジネスという言葉もまだの、まだ定着しない頃に、だから美容界、利用界の時代でしょ。うそうじゃないんですよ、ヘアを男女関係なくヘアビジネスを支える、うそうしたらね、はい、賛同してくれたんですよ、これ、はい、賛同してくれたんです、はい、で僕がこれ作り上げましてね、はい、この時計も僕のデザインなんですよ、これ全部。え、そうなんですか、はい、でこういうね、バッジやなんかをやりたがるでしょ、組織だと、はいはい、これ全部あげたんです、メンバーに。でここに THCB って言うんですよ、はいはい、東京ヘアコレクションビューローっていうのがその組織なんです。それにこんだけ集まってくれたんですよ。で日医会の先生だと、はい、これ吉田康人ですね、はい、いや自分で、そのこの本の内容は、俺がこの写され方で鎮座ましてないと、格好つけてるわけじゃなくて、自分のプライドとしてこの本はとこういう動きをするもんですから、で提案した時に、今日これからファッション学、その先生に見せたら、先生が、ああヘア産業もここまで来たかっていうのが、これ何十年も昔の僕のビデオですから、こうやって作っていただくのと同じように、制作センスとこれ総合的に本当にうまくできてるんですよ。ですからこれは先生にはお見せするだけじゃなくて、ダビングしていただきたいと思うんですよね、こいつ。これ半下にして、ああそうですか、それでお返しいただけばってやつ。でこの本はお上げします、これもそうです。でこんなような内容でこの本を作ったんですが、全部ね、お歴歴が載ってんです。お歴歴が載ってんです。これね、その当時賛同してくれた先生たちです。なるほど。どういう本ですか。ほら、もう島田健三先生、高田俊夫先生。高部、もうこの時代にみんな全自然講師になっちゃってるわけですよね。若いですね皆さん。もう若いんですよこれ。長崎っていうの、ふるさとおさむなんていうのはもうね、この回で目覚めて、今はね自由のあっちの方で、
オブヘアっていうの、はい、これ全部ねロゴ体から何から全部作らせて、うん、この本作ったんですよ。あ、そうですか。これオブヘアのロゴですね、はい、これは金かかってるやつですね。あ、オブですよ、はいはいはい、つまり、はい、おさむ、うん、ふるさと、ああ、そう、そう、そう、そこでオブヘアとかいうね、あのネーミングにね、やっぱりそこに何かがなきゃいけないっていうのを、でこんだけかっこよくこのあれをこうまとめてるんです、はい、佐々木大明なんかもうね、今美容界の方ではねかなり優秀なんですけど、このファッション学もう一回先生に教えてほしいと、今それぐらいの立場になってきたのでだん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 、はいはい、美容界にないんですよねとか言って、これか打ち付け、はい、吉田直樹、もう僕と一緒にこれは本当にね、頑張ってくれた人ですよ。そうですか。ですからそのブロックだとかねなんだとか、うん、もうほとんど直樹ちゃんは賛同してくれた先生ですわね。日議会で、ね、はい、でずっとね、だから日議会慣例があるんですよ、あ、これブロースの吉川でしょ、はいはい、山本、これもね、はい、もう小山なんてもうすごい人だ、これほら田村、みんな賛同したんですこれ、あ、この趣旨に、あ、はいはいはい、ジョージ丸山だってね、はい、ただ今までのような紹介の仕方じゃないでしょう、これ、そうですね、ジョージをこういうピカソの絵の前で立たせてなんてのは、うんうんうん、ね、もうそこら辺の理屈抜きですねこれ、うん、あれこの人もいるんですね、はい、埼玉です、埼玉の森さんも、はい、上本、これなくなっちゃったんだよね。そうです、ほら新井さん、新井さんのところなんか僕のこの理論とあれはさ、もう相当、ここの会には、アンビション、アンビションにはもう教えに行って、もう全部実力つけさせて終わったぐらいですね、はい、そうですか、北尾聖書、勝野信子、これは理事長ですね今です、あ、はい、小島光一、これはうちの面、白髪ぶかしの渡辺、あ、高い、田中修ちゃんね、これ乗ることもステータスですよね、あ、松野先生、なかなかの優秀なね、はい、いや本当にもったいない、優秀じゃないですか先生、そうですね、黒さん、どうですこれ、ねえ、いいね、やっちゃん、それは作ろうって言うんだよこれ、発揮して作ったんですよ、どうです、もう本当に、あの僕の理想のこれは何でしょうね、高瀬もこれは京都のやつとかね、うんうん、日本中ですからこれ、それでファッションこれ、うん、この支える人々で大事なのはね、はい、うちのね業界じゃダメなんですよ、うん、あ、まず宝の社長をね、あ、はいはいはい、もう取りに行ってですよ、でこういう風な趣旨でこの本作りますんでって、うん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 、撮ったんですよ、で出来上がってこれね、もうすごいですよ、会社にもバーン、みんなそれにあと自分の範囲でばらまいてくださいと、もうすごいね、もうと宝と捕まえて、滝川と捕まえて、どうです、僕と会ったらね、はい、もう本当に自分で読んではなんだけど、うん、もう皆さんこの時の、うんうん、その集まった連中の文化はもうすごいですね、うん、今ここネイルの今会長ですよね、うんうんうん、あ、はい、みんな志を一つにして、内田さん日銀の人は死んじゃったんだけど、 あの辺の下は全部、はい、フェザーもね、
つまり商社会社をこの TSCB の組織、ヘア産業を支える人々に迎え入れちゃないとダメだっていうことに気づいたんですよ。ヘアに関わる、つまりね、もう何にやるんだってスポンサーと捕まえるの簡単でしたから、僕はこんだけの友好関係のさ社長をね捕まえちゃうとさ、何かにつけてさ、そうですよね、だってこうね、ちっちゃな組織でさ、みんな個人個人が大変なのにさ、何でやるったらみんなね、バックボーンになってくれたんですよ、これ。だから爆発的なね、あれですね、もうメロスのだけ、こう北村さん死んじゃったけどね、今息子ですな。また一人一人かっこよく映ってますもんね。映すんです、僕らの演出で。もうそこら辺のねスナップ写真なんていうものは、だからセンスを買ってもらわないと困るんですよね。だからもう連れていくところ、どうするところ、もうその人を一番格好よく撮りたいというふうにしてですね、金棒ですよこれ、筒井さんでも相当古い時のね、これが新名誉さん、あれ作んないんですよ敵を、全部どの業界も同じ業界で頑張ってる人たちを、こんだけの本にしちゃったんですよ。竹原さん死んじゃったんだけど、菊星ですよね、日理菊星、竹が抑えたの、全てどうですこれ、抑えた、抑えちゃったんだよね、これは投稿者の井上さんですよ、ハサミの、上らのよくぞみんなさ、ちょっとやそっとじゃ縦に買うね、船らぎ連中がですよ、みんな喜んでね、こうこれ三振っていうのはね、すごいんだ佐伯っていうのは。の会社ですか。いやいや、いろんな僕のねインベーダーブラシだとかなんとか全部作った会社ですこれ。そうですか。それでね、世の中に出た製品がいっぱいあるんですよ。はい、こんだけねリビオ関係なくジャーナリストの編集長、お祝いの言葉こんだけ、どうです、はい、これ、はいはい、読んでもらえばよくわかりますよこれ、ね、いい本ですねこれね、リオと経営でしょ、ほら鷲津さんからさ、アサリさんだった、この頃からだアサリさんね、利用展望だから全理連までも引き入れちゃってるわけ、あもう、どうです、素晴らしい商社のこれね、研究団体から全部こうやって名簿まで作っちゃって付記した本にこれ発刊したんですよ。で、なおちゃんなんかは一応手伝ってもらってるので、そのディレクターにしてあるんだよねこれね、いや吉田エディターにしてあるんだ、僕はプロデュースですけどね、どうですかね、こういうふうに、すごいですね、全部こうまとめてですね、すごいですね、で記者会見から何からバッチリやって、銀座のね、あそこでファッションショーをやったんですよ。